ハーメルン、ハーメルンは、ドイツ連邦共和国ニーガーザクセ州の大規模、自立都市で、ハーメルンイコールピルモント軍の軍長所在地である。ベーザー川に面する、この都市は、1284年に生じた、ハーメルンの笛吹き男の伝説で知られる。ハーメルンは、ハノーファーの南西、西のヘルフォルトと東のヒルデスハイムとの直線上の、ほぼ中間。 それぞれ約四十キロメートルに位置する。この都市は、ベーザーベルクラント・シャウムブルク、イコールハーメルン自然公園の中心にあたり、ベーザー側の上流部が市内を流れ、ハーメル側、東岸と、ふんめ川、西岸が合流する。海抜六十八メートルに位置する市街のすぐ西側に、クリュート山、海抜二百五十八メートルがそびえ、クリュート島、展望島と、クリュートハウス、 レストランがある。中部ベーザーベルクランとの一部であるハーメルンは、穏やかな冬と、湿潤な夏に特徴づけられる値西洋気候の強い影響下にある。同時にほどほどに寒い冬と暑い夏を特徴とする、大陸性気候の影響が時に現れる。年間降水量は 720mm から 820mm で、ある。夏の平均気温は、摂氏10.5度。 冬は摂氏8.2度である。ハーメルン市内最初の定住の痕跡は、石器時代にまで遡る。現在の旧市街にあたる場所に、初めて村落の構造が形成されたのがいつで、あるのかは明らかではない。802年、または812年に、ザクセンのベルンハルト博とその妻クリスティーナは、ハーメルンの所領にティリティガウの私有協会を建設した。 826年に二人は子を儲けないまま亡くなり、所領は古田修道院のものとなった。また、フランク王国の時代には、ハーメルン近辺にベーザー川を渡る橋が築かれており、橋の近くには、橋を維持管理させるための霊能の集落が存在していた。現在のハーメルンの旧市街中心部、マルクト教会の西側の一帯がこの集落のあった地域である。 フルダ修道院が建設した聖ボニファティウス立院と、ベイザーガーのカテンの集落が結びついて、中世都市へと移行していったのは12世紀初頭で、その中心となったのは、エーフェルシュタイン博家のルブレヒト三世ことアルベルト三世、リクサシロンスカの三度目の夫であった。エーフェルシュタイン博家は、フルダ修道院の名目上の支配権を認めつつ、聖ボニファティウス立院の院長を、 自家から出すという方法で実質的なハーメルンの支配権を奪取した。1243年にはハーメルン市参事会と聖母ニファティウス立院との間に双方の権利の及ぶ範囲を確定させる文書が交わされ中世都市としてのハーメルンの骨格が完成した。1259年2月13日、古田修道院は事実上その支配権を失ったハーメルン市を 民伝司教区に500マルクで売却。7月までにはこの取引がケルン大司教に承認され、ハーメルン氏は民伝司教の風刺権を認めよとの通知がハーメルン氏に届いた。しかし、エーフェルシュタイン白家とハーメルン氏はこれを拒否し、1260年7月28日、ハーメルン氏の市民軍はゼーデミューンで付近で民伝司教軍と激突。ハーメルン市民軍は壊滅し、 生き残った市民兵の多くが民伝で処刑された。また、詳しい事情は不明であるが、同年9月13日に交わされた条約で、民伝司教は、ハーメルン氏からの税収の半分を、エーフェルシュタイン博家と敵対関係にあった、大貴族であるブラウンシュアイク公、ベルフェン家のアルブレヒト一世に与えている。1277年、エーフェルシュタイン博家は、 ハーメルン氏保職の権利をブラウンシュバイククゲに売却。愛前後してエーフェルシュタイン博家の領地や城の大半はブラウンシュバイククゲのものなり、ハーメルン氏の建設を主導したエーフェルシュタイン博家は衰退していった。ハーメルン氏はブラウンシュバイククゲのアルブレヒト一世を君主にいただく両風都市となった。ハーメルンが国際的知名度を得たのは1284年の ハーメルンの子供たちの消失によってであり、この事件は後に、ハーメルンの笛吹き男の伝説に発展した。この年号は、中世後期に確定されたもので、現存する、最も古い記録は1430年から1450年頃の、もの、リューネブルクシャフォンである。現在でもこの町は、ラトンファンガーストターミルン、ネズミ捕りの町ハーメルンと公式に称している。この町は、 ハーメルンの笛吹き男をシンボルとしてドイツメルヘン街道に参加している。ハーメルンは1426年にハンザ同盟に加盟し、1572年までこれに属した。1540年、この町に宗教改革がなされた。16世紀に経済的な発展があり、繁栄は30年戦争まで続いた。この時代には裕福な商人と、 地方貴族が争うように豪華なベーザールネサンス、様式の建築物を建設し、それらは現在も街を彩っている。30年戦争の進行に伴い、ニーダーザクセン帝国クライスの最高司令官である、デンマーク王クリスチャン四世が1625年に、この街を占領した。翌1626年には、皇帝軍のティリー博がこれを奪った。 皇帝軍による支配は1633年にブラウンシュバイクイコールリューネブルク港へ降りクとスウェーデン軍とが皇帝の占領軍を破るまで続いた。ヘッシュオルデンドルフ近郊で皇帝軍が敗北した後、ハーメルンは7月13日、グレゴリウス歴、ユリウス歴では7月3日にブラウンシュバイクイコールリューネブルク港の支配下に服した。この年をベストファーレンの コープット、ウント・プリンゼ・パフスタン、最重要要塞とする拡充が1664年に始まった。1690年、ブラウン・シュバイク港の配慮により、フランスからのユグノーハボ名車がハーメルンに住むこととなった。1734年、ハーメルン近郊のベーザー側に、初めて国営の席が設けられ、船舶は高校の難所であった。 ハーメルナールフを克服できるようになった。イギリス王にして、ハノーファー選帝公のジョージ2世が1760年に亡くなった後、後継者のジョージ3世は7年戦争の間、1756年から1763年、木竜と山に取り出を築くことで、ハーメルン要塞の強化続けた。第一取ゲオルクトリ出は1760年から1763年に、 建設された。1774年から1784年には、さらに2つの砦が、クリュート山に建設された。第二砦ビルヘルム砦と第三砦である。これによりハーメルンは、当時のハノーファー選定高領最強の要塞都市となり、南高フラクの北のジブラルタルとされた。ナポレオン時代のフランス支配と、 プロイセン支配下が入れ替わる1806年、クリュート山のふもとに第四砦、で、ルイーゼ砦が作られた。イエナ・アウエルシュタットの戦いの後、ルコック将軍が率いるハーメルンは1806年に、サバリー将軍指揮下のフランス軍に、戦うことなく降伏した。1808年に、ナポレオンによって行われた要塞の取り壊しにより、二つの、塔を含む、 旧防衛施設が建っていた場所は、この町のさらなる発展の余地となった。旧、ゲオルクトリデの石材で1843年に、初めはゲオルク島と呼ばれた展望塔が建設された。この塔は1887年に増築され、現在はクリュート塔として人気の降楽地となっている。1886年、ハーメルンは700年に及ぶベルフェン家の支配から、 プロイセン支配下に移され、1923年に、軍独立市となった。1972年から1973年の、行政改革、地域再編によって、軍独立市の地位は、鉄された。ハーメルンは1885年から、ハーメルンイコールピルモント軍の軍庁所在都市である。1872年にハノーハイコール、アルテンベイケナー鉄道会社により、 鉄道ハノーファーアルテンベーケン線が開通し、1875年にはヒルデスハイム及びレーゲーの路線、ベーザー鉄道も利用できるようになった。1889年から1897年までの間、ベーザー橋やクリュートトンネルを伴うハーメルン、ラーゲ線、米型アル鉄道の工事が行われた。1897年4月1日に、 ハノー・オファー第4歩兵隊第164連隊がハーメルンに配備された。この連隊は1914年から第一次世界大戦でベルギーやフランスを転戦した。1918年までにこの連隊の兵士2423人が死亡した。1925年8月23日、164リング通りの名前沿いに 連帯戦死者の記念碑が建立された。1907年にハンス・ハルトマンによって駅の南の工業地域に北ドイツ自動車工業が設立された。この工場は1908年にミドルクラスの自家用車、キャリブリーの生産を開始した。1911年からはスパーバーというモデルが加わった。これはロシア、バルト諸国、スカンジナビア諸国、オーストリア、 イギリス、さらには海を渡って、南アフリカやニュージーランドなど多くの国に輸出された。第一次世界大戦で生産は停止され、貨物自動車などの軍需製品だけを生産するようになった。1917年に、ザウアーラント地方に本社を送セるファ社が、NAW を買収したが、1929年の世界恐慌により生産を中止した。 国家社会主義の時代が始まると工場は再開され、ドイツ自動車工業 AG として活動を続けた。ここで設計者のロベルト・メーデラーは新型エンジンを搭載した自動車を設計した。この自動車は2300ライヒスマルクという価格で高額すぎた。このため自動車産業を構築するための大口注文をボルフスブルクに逃した。 ボルフスブルクではわずか990ライヒスマルクの KDF アーゲンを製造するためのホルクスワーゲンの工場建設が経営されていたのである。こうしてハーメルンの自動車産業は継いえた。ハーメルン近郊のビュッケベルクで1933年から1937年まで定期的に帝国収穫祭が開催されていた。これはドイツ全土から100万人の参加者を集める最大の 国家社会主義者の民衆集会の一つであ。この集会には、アドルフ・ヒトラー、ヨーゼフ・ゲッペルスや、その他の指導者も参加した。第二次世界大戦末期、1945年3月14日に、ハーメルンは連合国軍の空爆目標となった。これにより、駅やクロイツ通り、ハステンベッカーベク、シュテューフェ通りの家屋が破壊された。177人が、 死亡、93人が負傷、700人以上が住む場所をなくした。1945年4月5日、アメリカ軍の第二機構次第がグロースイコールベルケルに至り、小部隊がハーメルに進軍してきたため、ドイツ兵はベーザー側の橋を爆破した。ハーメルには防衛司令官、クロッケンブリング少将指揮下の500人ほどの兵士がいた。開始された砲撃で、 マルクト協会、ベルデミューレ、視聴者やオスタードーリオも含む多くの家屋が破壊された。レーランド・ホップス少々指揮下の米軍第17、工兵大隊と、米軍第30不評師団の一部は、オール村近郊で攻撃予防との準備をし、浮橋を形成し、テュンデルン方面へ戦車を渡した。ゼンネキャンプの士官候補生たちが、市の南で米軍を停止させることに成功した。 第30不評師団第119歩、兵隊レーモンドをビュードイン中尉は出撃し、ドイツの機関従陣地を無力化した。これにより最高の栄誉を検証する名誉勲章を得た。1945年4月7日、テュンデルンの第117連隊がこの町に進軍し、残っていたドイツ兵は戦争捕虜となった。1945年6月4日、軍事政府は、 バルター・ハルムをハーメルン氏の上級市長に指名した。彼は1933年以前に副市長として公職を務めていたのだが、ナチスによって追放されていた人物であった。1945年12月1日からゲオルク・ビルケが死守寺の職に就いた。ハーメルン刑務所には1933年以降、主に共産主義者や社会民主主義者といった、いわゆる政治犯、 およびホモセクシャルやユダヤ人が収監されていた。後にはフランスやデンマークの政治犯もこれに加えられた。非人道的な収監条件のために約300人が死亡した。1945年4月までにこの刑務所は一部が撤収され死の更新がなされた。戦後イギリスの占領軍は 1945年12月13日から1949年まで、この刑務所を刑場として利用した。ベルゲンイコールベルゼン裁判の被告人を含む156人が、戦争犯罪により処刑された。中には収容所の女性監守、イルマグレーゼ、エリーザベト・フォルケンラーと、ヨハンナ・ボルマン、収容所長のヨーゼフ・クラーマー、収容所医師のフリッツ・クラインらが含まれる。 この他連合国の裁判に基づいて、強制収容所の維持、歌手官、SS 監督官、SS 部隊司令官、第 3SS 機構師団が処刑された。このハーメルン刑務所で最後に処刑されたのは、銃器を傾向していた旧ドイツ東部領地からの放区民で、1949年12月6日に処刑された。1946年に、 戦後初の市議会議員選挙が行われた。当時の市議会は30議席で、SPD18 議席、NLP9 議席、セディ2議席、FDP1 議席であった。上級市長には、ハイン・リヒ・レフラーが選出された。冷戦の時代、ハーメルには、イギリス陸軍ライン軍団の大規模な基地があった。1971年以降は、 846人の兵士と500人の文民からなるイギリス軍第28公平連隊が1938年に建設された隣人原社に配備され、その家族の約1400人がこの町で暮らしていた。さらに2001年までイギリス人部隊が1898年に建設されたシャルンホルスト兵車に配備されていた。 2004年12月31日に、ニーダーザクセン州の行政管区が廃止されるまで、ハーメルンは、ハノーファー行政管区に属していた。ハーメルンは、宗教改革がなされた都市である。住民の50%が、プロテスタントイコールルター派であり、13%が、カトリック、37%が、その他の宗教グループ、正教、ムスリム、ユダヤ教、無宗教などに属す。 ハーメルンの市議会は43議席からなる。1945年から1999年までの市長は市議会議員の5選で選出される名誉職であり、市行政の実務上の指導者は市民の直接選挙で選出される市主事であった。1999年以降、市主事の職は廃止され、直接選挙で選出されることになった市長が、 名実ともに主張となった。以下に1945年から1998年までの上級主主人及び1999年以降の上級主長を列記する。市の紋章は赤字に弓形のすり溝を持つ銀の引き薄。その中央には青い金具が描かれている。縦の上には二つの塔と水平の四連布を持つ。 銀のミュンスター教会聖ボニファティウス教会が様式化れて描かれている。その窓、塔の屋根、屋根飾りの十字カバーを塔の間の中間部の屋根は赤で彩色されている。大紋章の場合は形の異なる塔を有する聖ボニファティウス教会をヘルメットにいただき2塔の獅子がサポーターに配されている。ハーメルン劇場旧ベーザーベルクラント祝祭ホールは 客席数約700席で幅広い演目が上演されている。コンサート、ミュージカル、オペラ、コメディ、さらにはコントや子供劇まで150以上の公演がなされている。ハーメルンはメインストリート沿いに装飾の豊かな木組建築や石像建築、その多くはルネサンス建築であるからなるまとまった歴史的景観を有している。旧市街の中心は オスター通りとプフェルデマルクトである。特筆すべきは以下の建築である。市の森とハーメルン旧市街近郊の市民公園とがある。旧市街の東に位置する市民公園は美しい都市型中央公園で観光客にも市民にも人気の公園である。夏季には野外コンサートの会場となる。ハーメルンはボート競技で多くのオリンピック選手や世界チャンピオンを 排出しているルーダーフェラインベーザーフォン1885の所在として有名である。RVW の代表は実業家のヘルムート・グリープで、彼は2001年から2008年までドイツボート競技協会の会長を務めた。スポーツ施設しては、サッカーと競技一般のスタジアム、ベーザーベルクラントシュタリオンがある。ここでは2009、2010年のシーズンまで、第7リーガでプレーする。 サッカークラブ SPVGG プロイセンハーメルン07もホームゲームを開催していた。このスタジアムではこの他に多くの野外コンサート、例えばマイケル・ジャクソンやプイ・アラがコンサートを行ったや、サッカーの世界ユースチャンピオンやヨーロッパチャンピオンの芸が開催された。2006年 FIFA ワールドカップドイツ大会では、アイルチェンイコールケーニヒスフェルデのゴルフ、 上官ホテルミュンヒハウゼンに滞在していたフランス代表チームがその4週間の滞在中に何度もこのスタジアムで練習を行い準優勝を果たした。VFL ハーメルンはバスケットボール、第2レギオナルリーがハンドボール、オーバーリーが陸上競技で有名である。PSV ハーメルンは特に青少年のホッケーで知られており、 アッフェルデ地区の大規模な人工芝広場でプレーしている。さらにハーメルンでは HIC がインラインスケートに関するスポーツ全般の機会を提供している。特にアイスホッケーに似た競技種インラインホッケーは大きな人気を享受している。市内中心部の野外劇場、結婚の館のテラスでは以下の演劇が上演される。 ハーメルンの市内中心部内を連邦道 B1 号、B83 号、B217 号線が放射状に合流する。B1 号線はベルリンからルール地方方面へ東西に、B83 号線はビュッケブルクからカッセル方面へ南北に通り抜けている。B217 号線はハーメルンを支点に北東方面ハノーファーに向かって伸びている。 旅客公共交通に関しては、1996年から、ハーメルンイコールピルモント近郊交通が運営するバスシステムが担っている。ハーメルン駅は、複線、電化された鉄道ハノーファーアルテンベーケ県線沿いの駅である。この駅も複線化が予定されていたが、現在は、単線で、非電化のベーザー鉄道レーネヒルデスハイム線と交差する。やはりハーメルンに至る、 鉄道路線ハーメルン・ラーゲビー・レフェルト線があったが、1980年に旅客営業を停止し、1985年に廃止された。この駅は、ハノーファー・エースバーン5号線ハノーファー空港ハノーファー、中央駅ハーメルン・アルテンベイ経由、パーダーボルン行きの列車が利用している。この他にレギュナルバーン77、ベーザー鉄道、 ビュンデレーネ・ハーメルン・ヒルデスハイムが通っている。S バーンの近郊旅客鉄道は DB レギオ・ニーダー作戦によって運営されている。ドイツ鉄道424型電車や425軽電車が時速 140km の速度で運行している。ベーザー鉄道には機動車のアルストム LHB、カーデア・リンとドイツ鉄道648系が運行している。 ハーメルンはザーナクリーニクムハーメルンイコールピルモントの所在地である。その所在地沿いをベーザー側とビルヘルム通りが通っている。ハーメルンには区裁判所と労働裁判所がある。この地域で重要なのは1848年に創設されたダイスターウンとベーザーチャイトゥングで略してデュゼイと呼ばれている。本郷のハーメルンと別館のボーデンベルダを観光しており、 さらにバーとピルモントでは、ピルモンターナハリヒテンという名前で出版されている。この他に、中央編集部は、2004年からは、ハノーファーシェン・アルゲマイネン・ザイトゥングと共同で、シャウムブルガー・ザイツーンク、リンテルン、シャウムブルクイコール・リッピシェ・ランデス・ザイトゥング、ビュッケブルク、ノイエ・ダイスター・ザイトゥング、シュプリンゲ、ダイスターイコール・ライネイコール・ザイトゥング、バルングハウゼイに、 全国版記事を提供している。オンラインサービスのデュゼイ、ではその重要性を増している。ハーメルンイコールピルモント群の広い範囲をカバーし、ハーメルンの市民公園に面したガラス張りのスタジオで投稿の多いラジオ番組を毎日制作している。ラジオアクティーフの放送局は受信料で運営されている。また NDR はハーメルンで編集局を運営している。 私立ベーザーベルクラント短科大学は2010年2011年冬学期に開校予定で約370人の学生用のキャンパスが用意されているこの短科大学は1989年に設立されていた私立ベーザーベルクラント職業アカデミー EV に由来するこの専門短科大学は地元企業ハーメルン市 ハーメルンイコールピルモント軍が属す、公益法人により運営されている。学科としては、経済情報学、経済学、経営工学が用意されている。以前は、ハノーファー大学のいくつかの学科をハーメルンに移転させるか、新設、例えばソーラー研究などさせるよう努力してきたのだが、ニーダーザク選手に拒絶されたり、市の申請上の不履行によって、失敗に終わっていた。 政策教育ハーメルンの育成協会 EV が2003年に創設された。この政党的に中立な行政組織は数年前から政策立案の改良とそれに伴う地方行政、全国行政の新たな透明化に寄与している。ハーメルンイコールテュンデルンには793人収容のニーダーザクセンで唯一の少年院がある。これは ドイツ最大の少年院でもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。